あーしょーほほほほほはい、今回はですね、僕また新しいダーツを、買ってしまいました。はい、そのダーツこちらでございます。はい、どうぞ見てください。はい、こちらのですね、スティーブ・ビートン 24g でございます。買っちゃいました、これ。はい、これをですね、皆様と一緒に開けていきたいと思います。では行きましょうかね。うわー、かっこいいな。後ろは、ちなみに後ろはこんな感じです。デザインがめっちゃかっこよかったな。もう開けましょう、早く早く。あー、めっちゃドキドキするな、これめっちゃドキドキする。なんかこれもね、試し投げしてないです。はい、試し投げはお決まりのしてないコースで買いました。はい、なるほどなるほど。なんかスポンジやぞ。あ、あー、ちょっと出るよ。出ますよ、出ますよ、いきますよ。いやす、よいしょ。あー、白フライト。あー、よいしょー、よいしょすごい高級感。うわー、すげー。スポンジ、スポンジですよ。スポンジ、スポンジ、スポンジ、スポンジ。ほら、ここクニクニする。ほらほら、わかる、この音。スポンジですよ。で、メタルの、なんかメタルのウィンマウのなんかが入ってる。なにこれすげえ。ちょっと取りましょうか、これ。いきますよ。あ、こう取れんにゃ。こう取れるぞ。ほら、こう取れるよ。いきますよ、よいしょ。うわー、めっちゃ良くないこれ。ちょっと待って、っていうことはこれ握らずセットできるよ。まずちょっとつけてしまいましょうか、これ。ほら、ウィンマーのこのシャフトも入ってて、これもちょっと取りましょうか。よいしょ。クラシックな、渋いな。プリズムフライトが、ウィンマーの新しいフライトですね。渋でかっこいいな、これも。またいきますよ、よいしょ。はい、工事して。さあね、ちょっとつけますよ。もういいですか、いきますよ、つけますよ。はい、もうね、どんどん、よいしょ。あ、このついてくるシャフト、これめっちゃいいな。なんかこのプリズムシャフトって言うんでしょうか、このかなりいい長さで、ウィンマーのこのね、シャフトいいな。あー、このフライトもいいなー。これプリズムアルファ、はい、このウィンマーのフライトなんですけど、これがついてきます。はい、これかなり良さそうです。よいしょ。あー、これキュッと入るな、キュッと。よいしょ。はい、入った、1個。よいしょ。いやー、キュッと入るな、キュッと入るな。しょー、よいしょ、よいしょ。あー、入った。もうちょっと入るか。はい、できました、うん、あー、できたな。ちょっとリングがね、これ一つ速攻でなくしちゃいました。はい、速攻で。ここ1個2個とリングついてるんですけど、ここリングないでしょう。ごめんなさい、ちょっと速攻でどっか飛んでしまいました。多分床のどこかに落ちてるはずです。はい、いやー、ここまで来たか、ついにか。まあね、ダーツ買うってね、迷ったら買いましょうよ。もう迷ってこれ欲しいかな、投げてみたいなと思ったらね、もう僕買います。もう人生って1回だけやから、もうね、僕後悔して死にたくないんです。だから僕はダーツを買います。はい、さあ握ります。いっちゃいますよ。 24g やからな。あー、しょー、ほほほほほほほ。はあ、重たい、24、しっかり。あー、すごい、なんか重量感やな、これ。あ、これめっちゃいい。ちょっと待って、これな、持ちごたえめっちゃいいねんけど。あ、これいいわー。
わかります。僕ね、ちょっと最近グリップが変わって中指がバレルの下に行くんですけど、くるくるいけます。全然くるくるいける。どうでしょう。これ全然問題ないです、はい、かといって滑りすぎることはなくて、結構グリッピーですね、ここで。やっぱこのバレルのいいとこはバレル自体がそんなにこう長くないんですよ。だから結構コンパクトでめっちゃ握りやすいです、はい、こうかなり握りやすいです。で、若干やっぱり頭でっかちになってるから、握ったしっくり感がすごいありますね、はい、このついてくるフライトの長さとかなりバランスがいいです。はい、まっすぐ置いたとこが、はい、ちょうどこの辺です。よいしょ。はい、こんな感じでここがバランス保てる中心部と言ったらいいんでしょうか。うん、これいい。これいいやろ。これめっちゃいいぞ。うん、これめっちゃいいぞ。ちょっとあれに変えてみていいですか。ビートンセットにちょっとしてみてもいいでしょうか。はい、はい、ね、ちょっと彼のセットをつけてみたいと思います。あ、これ渋いっしょ。彼のセットです。はい、ビートンセット完了です。 With ニューバレルで、僕が持ってるこの前のやつとちょっと比べてみたら分かるんですけど、下が前のビートンですね。で、上が新しいやつなんですけど、古いやつはこのポイントにギザギザがあるんですけど、新しいのにはなくて、でもやっぱりこう見た感じふっくらした、うん、見た感じちょっと前のやつに比べてふっくらしてる。うん、かなり違う。全然違うわ。うん、この新しいやつふっくら感がある前より。はい、ということで新しい、これがビートンダーツです。はい、でね、早速これを投げたいと思います。